ほらほら当たった。はい、おはようございます。村岡正成です。今回の動画は釣り親父です。新年最初のね、初昇降となります。で、今は夜明け前なんですが、気温が2度ということで非常に寒い冬の朝です。今日はね、東京湾の真ん中辺に第二海堡っていうですね、人工島があるんですけど、そこにね、まず行って、で、風裏ののんびりしたところで半日船を止めるんで、各メンバーにね、思い思いにいろんな釣りをしてもらって、それをみんなで美味しく食べようという企画でございます。まもなくね、みんな到着すると思うんで、しばらく待ちましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。はい、ケイロンです。死ぬわ。めっちゃ寒いし、何よりも辛いわ。はい、お邪魔します。はい、どうぞ。ザル？いや、なんかアサリ洗うのにいるかな。確かにいるよね。いるいる。毛冷たいからなるべくさ、ちゃちゃちゃってすんの。いるいる。あれ、一人おかしくね。今日はね、カメラマンの金尾さんから伝言がありまして、寒いので美味しい魚釣ってくれるの待ってますということです。そっち。チャリさんには美味しい魚釣ってきてくださいねで、クリさんにはイクラ年越しましたよ。年越しました。工藤さんは話短くお願いします。話長いからね。どうやら編集に命かけ。いやー、もうちょっと 2度だから、朝氷点下だったんじゃない。埼玉はもう凍ってるから、ね、あ、そっかそっか。釣りはね、もう親父たち出発するとき凍ってるねってやつでしょ。あんたたち好きねえんじゃん。俺たちそれ。ほんとね、土星長官も寒いだろうからやめとこうっていうことになったんだね。あとね、取れ高名刺みたいな。そうそうそう、どうせグダグダ文句言ってる。そう、工藤さんの話長いし。村岡チャンネルは釣りはもういいって話。あれ、料理だけでいいよみたいな。釣りのプロじゃなかったから。まあ、見返してやろうじゃないか。驚きの魚。あ、全然合ってねえよ。こんな。逆に言ったら別にさ、それで勝てんってことだよ。最悪それ面白いね。分かんないからね。いつもの人じゃないの。あ、ドキ。それだ。いつは持ってくるの。泳いでたよ。じゃあ行きましょう。はい、よろしくお願いします。どこ着けよ。どこ船止めるからさ、一旦魚の上。確かに。川に落としたけど。川に。もうさっきの腹減ったから。まず食う。まず食う。おかしいじゃないの。まず食う。音も拾うんすかこれ。拾う、かなり拾って。すげえな。閉めるとこ行こうよ。もうダメ。いいでしょ。もうダメ。川にやろうか。風裏なのに船の引き波が裏が水道が近いから。そうですね。ひたすら横揺れされる。花は来なくて正解だ。あさりか。え、なんか釣れた？物も釣れてる。お、クリサヒット。もう届いてるの。ヒット。本当に魚？おー、ナイスだー。ナイスです。いや、ナイスじゃないでしょ。さすがだー。魚釣れたよ、この人。一応ね。今日安心してるな。笑いすぎちゃった。すぐでした。はい。じゃねえかって言ったら、そんな旗立てきたら行きましょう。タチウオ。でもね、タチウオ昨日激渋だったみたいだから、まあ船団の近くで見ながら釣れてたらやるって感じ。タチウオとか言い出した途端に黒が出てるの。昨日マルチスト
横浜を寄って帰る気がするな今日は。俺は中野生で白にしやろうって案が出てきた。はい、今9時半です。2時間経って何か釣れましたか？何か釣れましたか？なんか変なおじさんがフグ2匹釣ってるの見ましたよ。フグしか釣れてないです。焼肉にすか。あ、今日は焼肉だったらそばでもいいっすね。日本酒ね。そばそばそば打つ打つ打つ企画変更。そば打ちますか？ここに来て企画変更。茹でたろね、終わり。やべえ。さあ、続いてちょっと魚礁周り、ね、魚礁周り餌釣りしたいと思います。4時間あるから何とかなる。何とかしよう。何とかしましょう。よし、よし、マジか。マジだった。あ、俺が釣ったやつはそれいいか。あ、そうだ、これで取っときますか。いきます。カサゴです。あ、カサゴ。あ、ちょっと待って、こっちだった。カサゴ。はい、カサゴをゲット。30センチないんでリリースかな。はい。いやえ、今止まったってこと？お、全く同じような。おー、イエーイ。残念ながらこいつもリリースされてる。あ、海さんも。また何気にやるの？減った。いや、俺なんか優秀かもしれない。優秀優秀。でけえな。それをカワハギってことにしようぜ。教室、教室、あ、向こうで釣れてる。本物来てる。それをカワハギってことにしようぜ。教室だし、教室。教室の引きのすぐだな。僕しかいない。ああ、カサゴ。サイズアップ、カサゴちゃんでした。はい、何もないですね。なんでやっぱ餌の方が釣れる。あれ狙ってるんですけど。言ったじゃん、餌最強って。やっぱりそういうこと。あ、あ、工藤さん釣れた。さあ、やっと工藤さんヒット。あ、違う。あ、じゃあワンマン抜けた。おう、ちっちゃ。ちっちゃ。カサゴだ。なんでこんなちっちゃいの。みんなアサリで釣ってるのに。さっさと逃がせ。じゃあ釣れないね。え、で今何時もしかして。10時半。あと3時間ちょっと。やばいよ。しない。万が一クーラーボックス空っぽだったら魚屋によるもう、あんの？あんな大都会に魚屋さんあるん？ある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 。マグロとか買っちゃうの？切り身とかそれでカナを騙し切ってみる企画とかをどう？ああ、もうで、ったんだぜ。あれでかすぎるから切ってきたよってさ敗北前提の会話。それするか。敗北前提。もう最悪それだな。まあまあまあ、そうですね、うん、最悪それ、はい、ドッキリ。ドッキリ。誰が釣ったのって話になるそこをちゃんと打ち合わせしといて。ストーリー作って。ていうか釣れる釣りしたいね。ねえ、諦めるには早い。そう、なんだ今なの。何がいい。クリさん、今回いくらあんの？いくら。イクラはもう工藤さんに全部飲まれちゃったから、うんうんうん、飲まれちゃった、うん、飲んじゃった。でもまたほら釣れない親父連中だから、うん、なんか持ってこなきゃいけないなと思って、で川俊さんからいただいた、おまさかのワカメ。ワカメ健康的だな。でもね、新ワカメ。そう、国産のワカメだから。美味しそう。しゃぶしゃぶで食べれるやつ。あ、美味しいやつ、うん、美味しそうだ。だからまあ今日は釣れなかったら魚諦めて、うん、ワカメパーティー。ワカメでも食っとけと。どんだけヘルシーなんよ。ワカタケ煮とか作っちゃおうよ。タケノコ買ってきてもうなんかダメな空気が流れてるよすげーダメな空気になってるよこれ。
やばいやつだ。クワボックス3つが失敗だった。だからね。さあどうしようどうしよう、とりあえずこの釣りしててもダメだ ね、うん、ね、どこの魚で買いに行くか今のうち決めときますか。豊洲そっちはちょっとここから何するか、もう俺アイデア尽きた。あ、帰り30分ぐらい中乗せでシロギスやりたいぐらいかな。なるほど、先週良かったらしい、ね、っていうことは3時間半が残り時間3時間になった。そうそうそう、金谷沖カワハギ、それから金谷遠いよ、今のとこあれだよ、あれあそこだからね、めちゃくちゃ遠い。じゃあならもう手早くやっぱ釣れなくてもタチウオでしょ。あ、やっぱりそっちなんだ、そっちしかない。タチウオ行きますか。行きましょうか。よっしゃ、タチウオ再チャレンジ。はい、タチウオの反応、いい反応。あ、釣ってください。先端の外れだね、先端の外れ。さっき釣ってから30分経ちましたが、2本目は全然釣れねえなんで1投目釣れたの。いや、やっぱ人徳どこら辺に人徳があんのかな、どの辺にあんのかな。いや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 、どの辺にあんのかな。そんな舐められたって何も出ませんよまあけどほら、僕のおかげでみんなね、刺身食べれるんでしょ今日も。そうだね、連続で工藤さん優秀とかすげえ気になる気に入らないんだやっぱああいう心が狭いこと言ってるから、うん、僕がつかない。なるほどなるほど、いつもこう僕みたいにまた準備しに来た人。あ、そうそうそう、準備しに来た。工藤さんにとって人徳って何。え、人徳、僕が得をすることが人徳ですよ漢字違う違う、感じ違う、感じ違う、多分頭に浮かべてる感じが違う。あ、そっか、おかしいなえ、人徳あるなって人誰。まあ、釣り関係でね、うん、釣り人関係で人人徳ないなって思うのは久保田さんドカーンあの野郎、この間の久保田会の時ずっと俺のことディスってやがったまあまあまあ、けど久保田さんは本当に俺には優しい、うん、俺にも優しい。ああ、まあいい人だねなんだかんだいつも罵り合って、だって前なんかの撮影で久保田さんと2人でやって、あまりにも罵り合いがひどくて全部使えないいやだけどほら、もう久保田さんもビッグネームだから、うんうん、もうあんまりそういうのもちょっとディスるのはやめよう、ね、うん、なるほど決めて人徳がある人ね、浜さんね。あ、やっぱ浜さんだよな。俺ほらティーモでああだこうだってやるときに、うんうん、メーカー契約とかあったじゃないですか、うんうん、頑張れって言ってくれた人が2人しかいなくて、そういう本当の意味の頑張れ、うん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 、あ、頑張ってはいっぱいあったけど、うんうんうん、プロになりますって時に、そうそうそう、うんうん、大変なのにもう全部知ってる上で頑張る価値があるから頑張れって言ってくれた人が2人いて、うんうん、それはやっぱ浜本さん。いや、すごいよねそういうところ。すごいね。
俺ね、生まれ変わるならあの人みたいになりたいってぐらい思ってるわ。まあ、あまりディスるとね、ラオカさんにディスる分にはいいか。モリさんも人徳というか、あの人も何とも言えないなんかあるよね。あるね、憎めないね。命の恩人だもんね、工藤さんね。落ちたからね、あの人。落ちたからね。心の底から笑ったもん。いや、めっちゃ面白いですよ。友達と、まあ、森さんと行ってて、3人で夜行って、うん、わっとみんな散って、うん、で、釣れなくて、15分ぐらいして俺、その堤防を歩いて帰ってきたんですよ。うんうんうん、そしたらなんか、下の方で声がするんですよ。よさーみたいな。呼んでんだ。うん、なんか、あっちの声がしたんですよ。うん、まあ、けど釣りしてるじゃん、うんうん、そしたら一緒にもう一人いてた千心さんっていう友達が、うん、すげえでかい声で、森さんが落ちてるっつってもう見に行ったらさ、うん、なんていうの、カラス貝っていうかあれがいっぱいついててさ、うん、あれにさ、こいつさ、石がついててさ、波でこたもったもった森さんが死ななかったな。あのロープよくあったの。港にあるさ、すげえでかいさ、あの渓流ロープあるさ、あれがたまたま落ちてて、あれを釣り上げるのも大変。そう、あの雲の糸みたいにね、じゃあ登ってきてってやろうと思ったけど、うん、もうやっぱ体力がなくなってるから、やっぱダメなんだ。あ、じゃあ森さんちょっと腰に縛って、うんうんうん、それはできるって言ったら、できるって言うから縛って、で上からやったんだけど、うん、そのもう一人いた友達が、で、慌てちゃってて、うんうん、もうなんて、綱引き針にさ、ゴイゴイ引っ張るの。壁面のカラス貝でさ、森さんにこうね、ボロボロ。もうさ、おかしくて、先生さん、死んじゃうから、死んじゃうから、もうちょっとゆっくり、大丈夫、大丈夫っつって。で、上がった姿が、あの、オツの。なるほど、なるほど。オツのあのポーズ。なるほど。でも、もう写真撮らずにはいられないみたいな。人徳から全然関係ない話に飛んでしまう。あ、っていうか、時間、だから時間が1本しかない。まだ1本しかない。いかに貴重だったか、ね、最初の1本が。はい。あれ撮ってください。1匹釣るって言ってね、あの、この台が。何もつてねえくせに。あ、やべ、言われた。それ言われちゃうとな。でも昼飯ぐらい食わしてください。イエイイエイイエイ。さあ、チャレさんヒット。いやー、工藤さんから30分後。でもこれで太刀を追われる。よかった。なんてジグ、僕がお願いして作ってもらった。チャリジグ？チャリジグ？生意気な。うえい。ああ、触れる。そう。おるよね。綺麗にかかってますね。いいね。嬉しい。嬉しい。あれだね、今日も飯食うときに線ができるやつだね。こっち側の人とこっち側の人で分かれるね。やった。やった。うわ、すごい。綺麗だ。おめでとう。おめでとう。いいね。どうやって釣った？どうやって釣った？沈めて。うん。巻く。完璧だね。なるほど。それだったか。巻くんすよ。それだったか。そうなんだ。植物を超元気にする。農薬？農薬のさ、農薬の宣伝？農薬じゃない。っていうか、かっこいいかない？これマジで前から言おうと思ったんだけど。逆が突っ込みどこじゃなかったっけ。逆安全安心。安全安心。この面構えで。デザイン性ゼロなデザインがたまらなかったと思う。コメント欄も結構言及されるよね。チャリさんのキャップがどうって、ね。ああ、そうね。ね、うん、一定数。おかげで別の帽子かぶれなくなっちゃった。見せて、チャリジグ。チャリジグ。これあのどこだ、北海道のルアーズケミストさん。目がサクラマスだね。あ、北海道の人が釣ってる。目がサクラマス。トラウトの人だよね、釣ってるのが。すごい。すごい。やりまんな。それではサビキ釣りをショットガン、こういう魚探反応に当てて、こんだけ魚がいるんで勝てた。よし、出てない。あ、違う、それ重り。竿がくにゃくにゃ。めちゃくちゃかかってる。さすがと思っちゃった。違うってば。笑っちゃうね。
それかかってないんだ。あ、すいません、実はジグを落としていて、なんかね、前タチウオ船団がここに来て反応につけてたことがあったので、うんうん、あわよくば2匹目のうなぎ。だいぶ前からの2匹目すごい反応できました。いい反応、さびちゃって。え、なんか必勝なつもりで落としたの。あれ、あれ、ところがところがチャリさんはなぜだかこうですって言ってたんだお、なんか楽しそうなワーム。チャリさん、タイラバ、タイラバです。もう釣りがバラバラ。みんな何狙ってるの。ててて、なんだ、アジだ。これこれ一匹あっても困るやつ。まあまあこっからね。こっからこっから。そうそうそう。一人十。一人十。もうそっと言いやがった。さばくの大変。おっと、おっと。よしよしよし。あんまり一匹ちょっと十匹ちゃっちゃなんないからね。そうそうそう。それは三匹かかってるよ。よし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 。一匹。いや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 。一匹でした。アジ3匹だとさ、大人が大丈夫大丈夫大丈夫、頑張ろう。もうドキドキしちゃう。不安だ、まだ始めたばっかりだから。ついて10分もしないでしょ。上出来じゃん、10分で3匹。おー、ちょっとなんで同じサビキなのに。あ、アームです。くそー。触ってる。来た。あ、違う。誰かに拾われた。誰かが俺の仕掛けを拾った。くそー。おーぶねー。おーぶねー。おーぶねー。サオジャモン。サオジャモンするとこだ。サオジャモン危なかったね。あ、危なかった。寝てた今。え、寝てた。いや、寝てないんだけど、ね、いや、でもね、よくね、いっぱい拾ったら自分でな。落とした竿拾ったからね。お、釣ってる。仕事するね。当たり前だよ。すげー、釣れた。右足のところに、それを逃げちゃった。それ逃げちゃった。ついて。いるのね。まあまあいるよ。とりあえず5人で食う分には。いいね、アジ。釣れれば楽しいよね。やっぱ釣れると楽しいよね。釣れればね。釣れればね。
まあ誰でも釣れるでしょ、こんな寂しい。まあね、もう遠慮いらないっすよ。遠慮いらないっす。技術論の話じゃないよね。まあね、人徳。まあ本当のこと言ってしまうと、サビキだな。5年前のサビキをもらったんだけど。5年前バカにするでないよ、釣れてるよ。釣れてんだよ、チャリさんには。だから何が違うんだろうって。人格審査コマンド。あ、ベ取れた。人のことバカにするんじゃないな。おとなしくなっちゃった。うんともすんとも言わないで。分かった、じゃあちょっと検証検証。ちょっと久保さん、差を変えてみよう。そうだね。本気だこれ。バラしてもいいから、かけてみる。かけたら、ほらほら、あたたたた。サビキ、サビキ説。サビキだ。サビキか。これで帰れるぞ。おー、やったー。サビキ釣れた。あっち、あっち。記念ブラック的なやつがいいのかな。全然変わるんだよね。なんとなくハヤブサのは裏切らないみたいな。そういうあるけど。子供でも楽しい。一匹釣ったら言うこと違う。子供でもだね。さっき全然楽しくないぐらいの。よし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 。おお。感じ悪い。なんか最後もうスキーしてるじゃないか。俺らがちょっともやっとしてる。最後もやっとしてる。人の差を奪って。検証検証つって。はい、ではお時間となりましたんで、上がって。お疲れ様でした。料理行きましょう、料理。はい。あ、でもアジが加わったのはでかいですね。ね、大きいよ。さあ帰るぞ。あ、サビキパッケージ捨てた。また買うから。釣り日より、オーナーさんだ。お疲れです。あ、お疲れ様です。撮ってる。お疲れです。お疲れ様です。なんで村岡さんだけスリッパ履いてんの。あ、みんな履いてる。俺だけ履いてねえよ。なんだ、そういうこと。はい、お邪魔します。お邪魔します。おお。どうでしたか。釣れましたか。はい、いっぱい釣れましたか。今日は僕の日だったのかな。僕の日だった。あ、そうだね。東京湾じゃなかったね。どんな釣りしたんでしたっけ今日は。アサリを用意して。あ、そう、ね、アサリといえばカワハギ。カワハギ食べたいですよね。ノーバイツ。ノーバイツ。マイバイツ。あ、けど富士さんがすげえ高級魚3匹。フグね。食べられないフグね。食べないやつ。あ、ってことは高級じゃないね。前半ダメ、作戦会議して立ち寄しか出ってなったら1投目にね、この回に釣ってで、そこから1時間ぐらいかな、釣れなくて。あの1匹目は何だったんだってなった頃、2匹目が釣れて、最後はアジにかけようやつでね。え、釣れたんですか。いや、某村岡さんがなかなか釣らないからみんな気使っちゃって。大変だった。でも最後俺しか釣ってない曲があるよ。それだよ。いや、しかもあの人の差を奪って釣ってたからね。人の差を奪って釣るってどうなの。釣ったって言っちゃっていいのかな。次はタチオとアジ、今日釣りたてのね、うん、なんだかんだ言って十分なんよ。もう優勝にして十分な。優勝でしょ。優勝だね。はい、じゃあ買い出しと調理やりましょう。はい、ちゃんとお買い物してきてください。大丈夫だよ。人を子供みたいなこと言うといて。さてさてさて、タチウオから行くか。わあ、わあ、すごい強そう。強そう。切れそう。切れそう。怖そう。わあ。無駄に研いでてる感じだね。無駄にって余計で。どんぐらい？4本。すごいすごいすごい。いいね、これいいね。いいね。うん。さて、じゃあ。俺はなんかすることある。そこにいてくれれば。いい。タチウオ簡単なさばき方、チャリ林流。いいね。ギューってきて、ここにお尻の穴あります、発見。こ
じゃないよ、こっちね、こっちね、うん、え、うん、お尻の穴じゃない、こっちだ、ああ、そっちだ、これ工藤さんが針かけたところあ、お尻の穴の近くにトゲがあるんだよね、あるね、うん、だから俺もそれ確認するときに指で触るといてってなるんだよ、あ、ここで切ります、はい、で、こっから下は内臓がないので簡単、で、こっち、うん、でね、うちの犬がいればね、これでドッグフード作るんだけど、これ後で使う、はい、で、頭を取ります、ヒレの手前から頭取ります、さようなら、で、ここは内臓が入っているので、ここだけは今かかりますけど、下が肉厚で、真ん中が肉薄いんだね、だからこうして潰して、ここ切ってくる、ピュー、そうすると、出てきた、うんうん、わあ、なんかいっぱい出てきた、うん、そうすると、よいしょ、ピュー、あー、すごい、そうすると骨の少ない身が大きく取れるのね、お腹真ん中で裂いちゃうとこれ真っ二つになっちゃうから、うん、いけるそこはどうやって食べるの、これね、しゃぶしゃぶにしちゃうときとかは、うん、ここ要はハラミだから、うん、これいいよ、トロトロで余って、で、はい、真ん中のところ断面に水かかっちゃうけどね、割とタチウオは平気、かかんない方がいいんですか、あ、とっても良くない、お刺身って水で洗っちゃダメでしょ、そういう感じ、本当は良くないんだけど、いいの、もう今日すぐ食べるから、はい、OK、今出したもの、これはなんだっけ、腎臓、血合いみたいなやつね、腎臓だよね、この緑色、これが大変よろしくなく苦いので、うん、これだけ最初捨てますっぽい、うんうん、で、この中で僕がよく食べる臓器はこれと、これ浮き袋、それから卵巣、この辺は普通に煮つけて食べると美味しいです、これとこれとこれぐらいで、ここにさっきの間にあった肝臓の肝があります、うん、これもまあまあ美味しいです、うん、で、あとこっからなんだけど、これ胃袋なのね、うん、胃袋とか腸とかなので、中に未消化物が入ってるから、これはまあ熱心に食べたい人は食べてもいいけどまあいいかなみたいな、うちの場合はこれ全部中しごいて煮て、うちのワンコにあげるととても喜びます、はい、じゃあこれ一応3枚におろしていっちゃいます、なんかいっぱいあるけど使い分けるんですか、うん、そうだよ、すごいな、よいしょ、もうちょっとね、針かかっちゃったところがあるね、針かかんないのが良かったですか、いや、針は口にかけてほしいね、タチウオはね、よくあるんですよ、うん、噛みつく魚多いよね、そういうのね、だね、針が身にかかっちゃうとそこだけ鬱血しちゃって、なんかね、うん、血が滲んじゃうんです、これってね、そういうことか、今、お刺身傷ついちゃうからさ、うん、なるほど、もうさ、もったいないからさ、うん、ケチケチなんだよね、ケチケチ、いいね、その骨にカチカチカチって当たる音、すっごいね、上手、すごい、わー、こんな感じですね、スケスケ上手、わー、すごい、これも後でね、使います、で、こっちの場合、ほんのちょっとここに腹骨っていうの、なんていうの、腹骨でいいのこれ、腹骨だろ、っていうよね、あるので、一皮取ります、うん、へー、ここに一本残るんだよね、いつもね、そうなんだよ、なんかそこに一本残るんだよね、よかった、みんなそうなんだよ、俺だけかと思ってなぜお前そこにいるみたいな、そうね、これも、ね、後でね、食べよう、っていうか油すごいな、美味しそう、もう、そう、うん、歯が、うん、すごく抵抗感がある、うん、こんな感じ、誰がいないうちに食べちゃうでも美味しいと思うよ、これこの辺から先を尻尾認定、あとで尻尾せんべいもやろうか、本当はね、1日ぐらいつけた方がいいんだけど、これ背骨ごと薄く切ってんだね、バチバキ言ってる、うん、何かにつけるんだ、お酢、お酢、うん、へー、
こんぐらい来たらちょっと酒のつまみにするか。何お酢につけると柔らかくなるの骨が。で、五島で結構うまみ出てね、美味しかった。これ1個かわいいし。で、ちょっと冷蔵庫でしばらく待ってたら本当何もしない酢だけ。うん、じゃん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 。タチウオ食べたことある？タチウオハムしか食べたことない。あの干潟で食べたやつだ。はい、干潟で食べた。ああ、そっか、じゃあ、楽しみだね。楽しみです、めちゃくちゃ。うん、刺身も美味しいし、タチウオ何しても美味しいからね。タチウオ何しても美味しい。刺身、炙り、かば焼き、天ぷら。天ぷら？天ぷらも最高にうまいね。しゃぶしゃぶもね。しゃぶしゃぶもうまいしね。何やってもうまいもんね。うんうん、やっぱり。こんなことしてる暇ないんだよね、そういえばね。あれだよね、アジがなきゃいけねえから、そこそこ。あ、そうだ。そこそこ忙しかった、ね。強敵なんだよね、アジがね、またサイズ小さいからね。うん、あ、そういうことか。で、いっぱいいた上に、あげるかとかって言ってくると、もうワンコーテ増えるし、ね。俺だ。言ったのは俺だ。タチウオ誰が釣ったんですか、今日は。ああ、聞いちゃった。くっそムカつくムカつく。もうね、もう一回聞いてもいいけど。誰が釣ったんですか。誰だっけ。ムカつくくっそムカつく。チェリさん、今日はあれだね、普段仕事しない人が釣ったね。普段って言うな。あーそっか。よいしょ。うわ。出します。あ、オスだ。白子だ。うん。あと煮ちゃうね、これね。血合いの地蔵はどうするの？食べるの？こういう形で塊で取れるじゃん。醤油で煮てるからついでにいろんなもつ関係の煮込みの中にぶっ込んじゃう。おい、早いな。帰ってきた。お、買い物舞台ちゃんと仕事したかな？してないと思う。してないんだ。ドヤ顔で、ドヤ顔で帰ってきた。帰りました。ちゃんと変えたっぽい。あれ？変えたっぽい。ぽい。変えたっぽい。変えたっぽい。変えたよ。なんで息も絶えないの？さあ、マイバスケット。みかんあるよ。みかん。あ、パイナップル美味しいです。ライミオイちゃんと何買ってこいって。なんか言われてた。言われてた。言われてた。なんて？シソ、キムチ。シソ、はい、シソ、え、大葉ってシソ？はい、シソ。本当？大葉は大葉じゃない。え、これでシソ？いやいやいや、大丈夫です。大丈夫です。あと、キムチ。キムチ、キムチ。きっとね、通り過ぎたと思うよ、俺、キムチ。キムチ、キムチ。一押しだからこれでいいですか？うん、一押しでいきましょう。醤油、わさび、いりごま、ごま。あれは乾物粉なんです。こんなとこじゃない。入りすりすり入りすり入り入り魚に使うから多分。ああ、わさびと醤油。あ、なんかポン酢買ってこいってたね。ポン酢はいいやつって言ってたかな。これか、いいやつ。これじゃないですか。それバルサミコ。あ、バルサミコですね。これ化学調味料使ってない。あ、じゃあそれで、ね、あと白菜。白菜はあるかな。あ、あったあったあった。カットしちゃう。白菜。それいい白菜だ。いい白菜。いい白菜。レタス。レタス。ちょうどいいんじゃない。あ、そうですね。あ、いい。良くない。いい。こんなものより。ないサイズ。ないサイズ。こんなものって白菜大事。そんなもので。あ、いい。白菜に謝れ。マロニーちゃん入れた。あ、マロニーちゃんね。最後ね。締めのマロニーちゃんね。マロニーちゃんね。入れたよね。あ、パスタは大丈夫。あ、パスタ。パスタは何？ペペロンチーノ。あ、もしもし。お酒って飲む？チャミする？チャミするね。チャミする。チャミする。はい。チャミするって、あ、ここにあるかも。ジュースとか大丈夫？いや、チャミするって。こういうやつ、なんかチャミするって酒知らない？なんか聞いたことない。知
チャミスルが飲みたいする。こういうのチャミスル。チャ。あこえこあこあこああチャミスル。おおおおチャミスル。チャミスルフレッシュとマスカットだからフレッシュ今。でこれ何？このまま飲むんだ。リキュール以上かな。何ですか？怒られたくない。まあ。怒られんのは普通長男の仕事ですからね。あったチャミスル。お、やったチャミスルだ。チャミスルは初めて知った。何味にしましたか？フレッシュとマスカットって書いてあった。ここがチャミスル韓国のお酒。お米？へぇじゃあはい、じゃあ先生、それ第一釣りの部はね、安全に、はい、帰ってこれたんで、はい、あ、どうもお疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。いいっす。あー、うまい。よし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 。これでどっと疲れが出るの。あ、そう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 。で、いきなり倦怠感バリバリでやる気はなくなるんです。お父さん、まだあ、でもね、お腹減った。あー、カツが浦岡さん、大変だよ。ミスターパスタ買ってねえ。何しに行ったんだよ。だってオリーブオイルまで買ってきたんだよ。それでパスタなし。オリーブオイル、ニンニク、宝爪。うん、やらしい。皆さん、イチゴも。イチゴ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 が食いたい。イチゴ。パスタ担当は確かに俺だった。担当が忘れちゃうんだもんな。じゃあ気をつけて。はい。あの。いちごあったよ。やったー。ほら、いちご買いに行ったんだよ。わざわざいちご買いに行ったんだよ。そうだよ。いちごを買いに行ったんだよ。これ？すいません。危なかったっす。あれ、一応冷蔵庫に入れたい方がいいんだっけ？この辺で。はい。この辺で置いてたら絶対デザートにならないで消えるよ。なくなっちゃうやつだよね。そんなイチゴ好きなんだ。うん、フルーツで一番イチゴが好き。イチゴと桃が大好き。はい。俺と一緒なんだ。俺も全くイチゴと桃派。あ、これこのイチゴすごい甘い。マジでそんなこと聞いたら。あ、なんかね、長崎さんと伊豆さんっていうのがあって。長崎さん美味しいですよね。そう、長崎さんが美味しいから。ションちゃんが作ってるやつだよ。そう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 。ションちゃんのイチゴだよ。ションちゃん。ションちゃん。そうだよね。そのうちカナオも会うよ、ションちゃん。うん、ひたすらうるさい人。なんだそれ。まあ、すごい甘い。三月行くか。3月に島原に釣り行くじゃん。うんうんうん、そのしょんちゃんがいちごの規格外品だけど、うんうん、取れたてのめちゃくちゃ美味しいのを段ボールで作れて。美味しい。いや、もうお昼ご飯がいちご。え、最高。めっちゃ。俺人生の一番うまいいちご。ウェーディングから上がってきて食った甘いちごだな。いいな。3月いつですか？あ、もう日程決めますか。ほら、地元だから、お前ちょっとくらい濡れてもいいだろう。あ、深いでしょ。うまいわ。けど、季節的な夏のフルーツがあるんですよ。うまいこと。うん。やっぱり潜りやすいから、ね、シーズンだから、夏しか食べたことない。そんなしょっちゅう食べるわけじゃないし、店でしか買ったことないから、うん、これもうサクサクのスナックになって、あちちち。大森さんとコメンターで、よし、つまみつまみ。あー、ありがとう。チャリさん、これは揚げたの？何したの？電子レンジだよ。はい、レンジなんだ。へえ。美味しそう。レンジ？レンジ？レンジ？中骨、腹骨とかさ、尻尾とか、せんべい。自分の油で揚がっちゃうんだよね、これね。へぇ、自分の持ってる油で。いただきます。いただきます。うわうまっ。うまっ。おいしい。食べれば。やばい。え、これすごい。レンジで、で、塩かけただけ。いただきます。それなかなか一発目のメニュー。これ、うん、さすが。俺はすごい。ちょっとやってくれるつまみね。ジャミさん、美味しいね。小料理屋の親父感はバッチリなつまみだよね。あれ、なんか韓国の酒は君しか飲まないから全部開けてくれ。それ俺の味見してみたい。飲みますか？え、あれが良かったんです。マスカットが良かったんです。ガッチだった。もう一つ。
マスカットとそれだと。で、まあ、まあやっぱりさ、多分それがレギュラーってことじゃん。だから、いや、さすがにここでマスカットって言ったら、レギュラーがなかったって言われる方が辛いなと思って、ね、チャミスの見っけただけでも褒めてほしいよね。ねちゃんと見つけられたんだね。チャミスは何だそれみたいな感じ。何が違うの、マスカットと。味がついてる。そ, それ以外で、それしかねえべ。それで2022年の一番の愚問を更新してくれた。愚問を。とりあえずまだ 1月だけど、とりあえず今年一番の愚問。ナンバーワンで、今ナンバーワンで。どうが良かった。まあ美味しいね。飲んでください。なんだそりゃ。今26。同い年。お父さんは釣り。何もしない。もうぐるぐるするだけ。ああ美味しそう。これうまいよ。おいしそう。チャリさんすげえな。こういう風にやっぱ綺麗に盛れないもんね。やっぱね。あ、そうか。わかんない。あ、ケンちゃん、このめちゃくちゃ美味しそう。箸。揚げたのもなんかすごいいい匂いがする。アメリカンドッグの匂いがする。確かに。これがちょっと雰囲気あるわさびの。あ、10本ある。ええ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 。あとでしゃぶしゃぶし。このわさびなんかうんちみたいだね。ああ、ちょっと俺一生懸命渾身の職人っぽく出す。わさび。はいよ。はいよ。じゃあ大丈夫。お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。いやー、これがタチウオ、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 え、違うの、アジは、アジはどこ、真ん中、アジ、うん、え、アジは、タチウオ、素で締めてある、ごめん、これ写真撮る、俺、うん、タチウオは圧倒的に多い、で、アジこうなってるから、うん、で、普通に炙りになってるのと、これは漬け、で、これはただの刺身、これがおすすめから、キムチアイが、ちょっとおすすめから言ってみたい、うん、そのままグワって食えばいい、グワって、グワっていく、でも米欲しくなる。米買ってきた。なるほど。いただきます。これはうまい。これ超簡単、こう切って。キムチ。グリグリグリはいい。キムチタチウオ。うん。キムチタチウオいい。アジうまい。カナオちゃん。アジ。アジ。うん。あ、おいしい。アジうまい。油乗ってる。うんうん。ちょっともっと炙っていいかもね。僕しか言わなくない。言って言って。結構これ肉厚だったね。うん。タチウオ。ちょっとね。ま、うん、肉厚だったね。あ、いや全然美味しいよこれ、うまい、うまっ、てかこれ揚げるの正解、これ全然辛くないし、辛いし食べな、これも辛くない、そんな動画なんかどうでもいいから村尾、ルッドマサッチャメラ、さておき、うん、まずね、俺のおすすめこれ、これ、うん、アジ、アジがやばい、もう俺らの最後のラスト1時間の爆笑俺が爆笑した、俺が爆笑、うん、美味しいでしょ、で、この後炙り食べて、炙り工藤さんの奇跡の一本奇跡の一本、シャイちゃんちゃんがいい、シャイちゃんちゃんつけてよ、香りがいい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 、油が熱いから醤油しっかりつけていい、おお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 だよね、そんな感じでしょ、うん、おいしい、
だってタチウオほらチャリさんのなんだっけ干潟で、うん、あのハムしか食べたことないからね。タツタチウオ、わそれはいいね。わ美味しい、うん、これすごい、これは単なる刺身なんだけど、うん、包丁がいい、包丁がいい、あ、うん、タチウオ美味しい、うんうん、甘いよ、タチウオはね美味しい、甘い。で後でしゃぶしゃぶで食べるけど、これもう別の食品になるよ、うんうん、素揚げ、うん、味は、うん、素揚げ、なんだっけ、パンケーキミックスしかなかったからパンケーキミックスまぶしてあげた。アメリカンドッグの味がマジか、アメリカンドッグじゃん、食ったの分かる。あ、ほんとだ、あ、ビールだ、あの、ケチャップとマスタードが欲しいな。でも骨までいけるでしょ。いけるいける、ほんとだ、面白いよ。アジリカンドッグ、アジリカンドッグ一口食べると笑っちゃうよ、ね、一口食べたらアジリカンドッグ、あ、知ってるこのアジリカンドッグ、あ口に入れた瞬間もう来るね、おいしい、うん、甘いから甘いから、ケチャップとマスタード欲しい、うん、あ、でもしっかりちゃんと味付けされてる、うんうん、おいしい。でも今日いっぱい釣れたんですね。そうでしょ、そうなんですよ、もう爆鳥で、爆鳥、もちろん全部謝らなきゃいけないな、俺たちが買ってきた餌で、あ、餌には謝らないとな、もう俺の青いそべなんて全部泳いでるからね、 90% 放流だからバチバチ生き延びろよって生き延びろよ、むしろ喜ばしいかもしれない。これ、おお、あ、これしゃぶしゃぶしゃぶしてみて、わかんない、どういう状態か僕もわかんない、これはただ冷たいだけだ、だって生だから多分火、あ、生ね、生ね、あ、なんかいい感じになってきた、これを取って味ぽん、あ、うまそう、熱々で食ったら、あ、うまそう、で、しゃぶしゃぶのサクは言わなくてもわかるな、めちゃくちゃうまい、うまいでしょ、これはわかめのしゃぶしゃぶだよ、え、違う違う、わかめと三陸刺身をセットで握ってこうやるだ、こうやるだ、やるだ、そう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 、正解、それ正解、すんごいうまい、なるほどな、すんごいうまい、ちょっと待って、俺もやりたくなってきた、なんか俺たちがこれもいけるよ、同じだから、川州さんがすごいんじゃないの、毎回、確かにそれは言える、確かに、さて、じゃあ行こうぜ、行こうぜ、笑ってる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 、こみ上げる笑いで、ポン酢、川州さんがすごいな、めっちゃ面白いめっちゃ面白いな、そういうのいただきます、いや、たぶんすごいと思うよ、うまい、なんだよ、すごい、このわかめ、あんぱね、わかめ、わかめ、うまい、よし、じゃあ行きますか、花尾さん、はい、花尾さん行きましょう、はい、もういいよ、わかめとタチウオをしゃぶしゃぶしてポン酢で食う、なるほど、先にポン酢入ってる、なるほどね、はい、言い方変えたんだ、ちなみに2切れる、2切れる、皮の方を押すんじゃねえよ、皮の方をやるのすんじゃねえよ、もう押すんだよ、優しくしろよ、落としてどうするしゃぶしゃぶで、そう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 、あ、うるせえ、このハゲが持ってるポン酢、いや、もう入れてあるんだよ、ポン酢それで、ね、サクッとサクッといって、知らない気温が酔っ払い、嘘すいません、怒られちゃいましたレディーに、うん、でしょ、ね、でしょ、うん、ほら、エンディングが近づいてきたでしょやっと締めが見えてきたみたいな、でも美味しい、わかめの歯ごたえがすごい、ね、わかめって美味しい、うん、美味しい、うん、知らなかった、マイコメ、マイコメ、わかめで優勝かもしれない、わかめで優勝か、ちょ、俺たちがこんなに頑張って釣った意味、もはやもう釣りしなくてよかったんじゃねって毎回そうじゃねえか毎回少ないじゃん、それ最初の3時間なんかすげえ苦労してツイーで一生懸命やってんのに何にも当たりが出ねえし、結局わかめ結局わかめ優勝、わかめ優勝3連続でその結論、俺のガソリンで返せるちょっと真面目なこと言うと、多分チャリ君のこのさっきのタチウオの刺身のおろし方と、うん、このね、うん、ちゃんとしゃぶしゃぶ用のおろし方で変えてるところとかね、よく気づいたね、そういうところはね、今回は逆襲にできたんでしょ、いやもう毎度逆襲でしょ総合的に逆襲、うん、そう完璧です、3時間
警官あたりだともう帰り討ちにしか考えてなかったね。もうだってもう本当帰りたくなったからね。帰りたくなった。辛いだけ。そんな辛かったんだ。いや本当俺ほらタチウオって全然もうみんなアウトオブ眼中されてたから、まさかの、ね、まさかの一投目で俺が食べた瞬間にみんなちょっとさっき立ってた。えそれは絶対取らなきゃダメだってバラしたら許さんみたいな。みんな親身にアドバイスしてたもんね。そう絶対絶対なんか常に竿曲げてんのね。プロにプロが当たる竿曲げてそれ言うんだんだよ。そのブランクだったら大丈夫だ最後曲げてチャリさんも最後抜き上げるんだよプロに語る。まあまあアホばっかり。まあでもあれは貴重な一本。大丈夫大丈夫。じゃなんで、いや東京湾からカワハギがいなくなるとは思わなかった。今って何カワハギ釣り。もともとでも3時間やった結果カワハギがいなくなった。カワハギってカワハギはね取っといたの。あれはねいなくなってしまったよね、うんうん、俺ね村岡さんの船に乗ってカワハギ釣りなんか乗ったけど釣れたことない。クゾーさんだけないじゃん。だってさ何の役にも立たねえこの村岡チャンネルがさ、たまには役に立つよねって喋ってた。だって役に立たないからいいよねが前提じゃないそれは言えてる。役に立たないものほど愛らしい。自分で言うね。愛らしいよく言った。生さチャンネル出てる癖してありがとうございました本当に。